こんにちは。今回は J リーグの地域密着に成功しているクラブに注目しました。地域密着というのは J リーグの理念の一つです。大企業にバックアップされた当時のプロ野球との大きな違いです。J リーグの誕生によって日本のスポーツ界は大きく変わりましたが、その中でも地域密着に成功していると思われている J リーグのクラブはどこでしょうか。サッカーファン757人の投票結果に基づいたベスト10を発表したいと思います。投票結果に基づいたランキングであることはまずご理解ください。それではスタートです。まずは10位です。10位は60票獲得した和事安岡山です。2009年に初めて J2 に昇格してきました。プレーオフに出場した2016年には平均で1万人の動員を達成しています。県民から愛されるクラブになりつつあります。次は9位です。9位は65票獲得したベガルタ仙台です。熱狂的なサポーターに支えられているクラブです。2010年からずっと J1 に所属しています。宮城県のみならず東北を代表するサッカークラブといえます。東北楽天ゴールデンイーグルスは強力なライバルです。次は8位です。8位は73票獲得した鹿島アントラーズです。 J リーグを代表する名門クラブですが、日本で最初に地域密着に成功したクラブと言えるでしょう。当時は鹿島町でしたが、鹿島市に進化しました。次は7位です。7位は75票獲得したヴァンフォーレ甲府です。経営危機に陥ったこともありましたが、どん底から這い上がってきました。2006年に初めて J1 を経験しました。温かいサポーターと地元企業に支えられています。日本のプロヴィンチャの典型例と言えるでしょう。次は6位です。6位は95票獲得したアルビレックス新潟です。平均で4万人を記録した経験があるお化けクラブです。老若男女に愛されており、サポーターがクラブを大きく成長させてきたと言っても過言ではありません。最も地域密着に成功したクラブと言われることもあります。次は5位です。5位は97票獲得したサガン鳥栖です。2012年に初めて J1 を経験しました。若いサポーターが多いのが特徴です。 J1 に昇格してから順調にクラブ規模を拡大させてきました。ただここに来て歪みが生じているのは気になるところです。次は4位です。4位は125票獲得した浦和レッズです。言わずと知れた日本を代表するビッグクラブです。日本全国にサポーターがいますが、地域密着にも成功しています。サポーターの多さやサポーターの厚さは日本一と言えます。次は3位です。3位は130票獲得したコンサドーレ札幌です。同じく熱いサポーターに支えられているクラブです。お年寄りのサポーターが多いのが特徴で、サポーターの平均年齢は J リーグ屈指です。次は2位です。2位は266票獲得した川崎フロンターレです。温かいサポーターに支えられているクラブです。150万人という人口を抱える川崎市で活動していながら、アットホームな雰囲気を持っています。2017年に悲願の初タイトルを獲得しました。最後は1位です。1位は312票獲得した松本山雅です。最多の票数を獲得しました。熱狂的なサポーターに支えられているクラブです。お年寄りのサポーターも多いチームです。2015年と2019年に J1 を経験しました。ランキングは以上です。まとめるとこうなります。1位は山雅、2位は川崎、3位は札幌、4位は浦和、5位は鳥栖、6位は新潟と続いていきます。松本山雅と川崎フロンターレにたくさんの票が集まりました。J
ちなみに11位から20位を書き出すとこうなります。11位は山口、12位は柏、13位は湘南、14位は清水、15位は大分、16位は熊本、17位は長野と続いていきます。やはり大都市で活動するクラブは地域密着という点では不利に働くことが多いことを考えると、川崎や札幌や浦和などは特に賞賛に値すると言えるでしょう。今回の動画は以上です。面白かった時は高評価ボタンを押してください。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。